さんこんばんは。始まりました。いいですかね、早速始めちゃっていいですか。はい、皆さんこんばんは、高橋愛です。さて今日はですね、ボーチェのインスタグラムにお邪魔させていただいております。今からボーチェのウェブ編集長の三好さんを呼びたいと思います。三好さん、いらっしゃいますか。はい、はい、参加待ちでございます。あ、皆さんコメントくださってますね。よろしくお願いします。よいしょよいしょぐらい、一緒ぐらいにしよう、はい、ちょっと音量上げよう。こんにちは、こんにちは。あいちゃん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。お元気ですか。元気です。本当はね、一緒の場所でって思ってたんですけど、うん、こんな事態なのでバラバラで寂しいんですが。はい、本当です。よろしくお願いします。ちょっとこちらこそ、愛ちゃんの声が聞こえるようにちょっと低くして。はい、はい、はい、ということで皆様、こんばんは、今日もポーチェのインスタライブ始めていきます。はい、新年一発目ということで、はい、楽しくやっていければなと思っております。本日のゲストは、はい、もう最初に登場してくださってますけれども、ボーチェハウスでもおなじみの高橋愛ちゃんです。はい、高橋愛です。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、最初に注意事項をいくつか申し上げますけれども、はい、本日は新型コロナの感染対策ということで、まあ、いつもはパーテーションでやってたんですけれども、今日2画面で別々の場所から、お送りしていきたいなと思っております。はい、そして、ご覧いただいている皆様は端末のモニターの明るさを最大に、そして音量は聞きやすい大きさまで上げておいていただきますと、より良い環境でご視聴いただけますので、やってみてください。はい、あ、愛ちゃん大好きですって。あ、ありがとうございます。あ、私もです。そのコメントも見ながらやっていくので、ぜひ愛ちゃんに質問があるときはぜひ、みんなコメントくださいね。はい。で、今日はですね、ディオールさんのコスメを紹介していくライブになるんですけれども、はい、なんと今日はですね、リモートで。ディオールのナショナルメイクアップアーティストの高橋芳智さんというすごいアーティストの方が控えていてくれているそうなので、はい、ディオールさんに質問があっても、リモートで、はい、答えをもらえます。なので、すごいですね。みんながリモートで待機しているみんながリモートで素晴らしい。はい、はい、はい、ということで、最後には、素敵なモニターのご案内もあるんです。ほう、豪華ですね。楽しみにしていてくださいね。はい、楽しみですね。来週メイク会に参加する、そんな方が。すごいですね。すごい、みんな続々見てくださってて、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日ですが、インスタライブのテーマを発表します。はい、もう発表しちゃったけど。はい。今日はディオールの新色、ね、全部見せます。はい、イエーイ。イエーイ。いやー、もう買ったって方もいるのかな。1月にで、しかもなんか気になりますって方もいらっしゃいましたよ。ディオール早く見たい。おー、うん、ですよね。ですよね。みんな大好きディオールの新色を全部見れるという豪華なライブなので楽しんでください。すで、うん、に話題になっておりますディオールの春の新色ですけれども、あいちゃんも今日メイクはディオールでしてきたんですね。そうなんですよ。で、私も実際にこう、使ってみたいと思ってたので、すごい嬉しかったです。すごいずっと見てました。メイクしてもらってるのをずっと見てました。これってこうすればいいんですねって言って、すごい研究しました。すごいかわいい。そうなんですよ。かわいい。私アイライン描いてないです、実は。あ、嘘。すごいなんです。全部これ、これこちら、こちら使ってます。私も今日はディオールで、うん、メイクしてきました。はい。はい、はい、そうなんです。ディオールのね、うん、2021年の春新色のテーマなんですけど、はい、花、そして女性たちがテーマなんだそうです。うん、お、素敵。皆さんを心から笑顔に、美しさはもちろん幸せになれるというアイテムが揃っています。うん、で、新色の中でも一番注目なのはですね、
はい、この子なんですよ。わー、リップ。リップ、ルージュディオールなんですね。これが1月15日に発売されるものなんですけれども、はい、うん、ルージュディオールです。こちらも説明していければなと思っています。はい、愛ちゃんといえばね、私やっぱリップのイメージすっごいあるんだけど、リップ大好きで、なんかリップってなんか綺麗なスイッチをすぐにこうプッて入れてくれるじゃないですか。わかります。なんかもう塗っただけでもスイッチオンみたいな、うんうん、感じがするんで、私の中でリップはこうおしゃれのスイッチみたいな感じがします。確かになんかすぐに印象変わるし、トレンドも取り、うん、一番なんか取り入れやすくて、私もリップは欠かせないなと思ってて、うん、でも今結構なんかマスクやっぱりね、うん、今はあのしてしなきゃいけないから、うん、リップをしないっていうね、読者の声も時々聞こえるんですけど、うん、やっぱりマスクの下でまいちゃんリップは私してます。でやっぱ外すタイミングって絶対あるじゃないですか、うん、その時にこう誰に見せるってわけでもなくても、あるある、なんか自分の気分が上がるために塗ってます。うん、上がりますよね、うん、なんかちょっと飲み物飲む時とかね、うん、なんか取ったりはどうしてもするし、うん、その時に何も塗ってないとちょっと恥ずかしい気持ちになっちゃう。はい、わかります。なんか私すごい今日顔色悪いかもって思っちゃう、塗ってないと。そう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 、うんうんうん、ね、うん、そうなんですが、やっぱりリップはすごく大事だなと思うところに、うん、このルージュディオールが出てくるということで、この新生ルージュディオールについてまずお伝えしていきたいなと思っています。はい、パッケージもかわいい、かわいいし、すごいはず、あれ色がいっぱいありますよね。そうなんですよ、すごい迷っちゃう。そしてこの、うん、迷う、うん、ルージュディオールなんですけど、はい、初代に誕生したのはですね、なんと1953年です。知ってましたか？知らなかったです。そう、当然生まれてません、私たちも、うんうん、1953年に登場したルージュディオール、もともと建築家を目指していたムッシュディオールが、うん、大戦期の復興の最中にパリの女性たちの華やぎと笑顔を彩る口紅をまるでアート作品のようにデザインしたものなんです。かっこいい、かっこいい、まるでアート作品ですね。アート作品なんです。さすがディオールって感じですよね、うん、さすがです。うん、で2021年にタイムレスなこの、うん、クリスチャンディオールロゴね、やっぱりこのロゴが上がりますよね。わ、うん、かります、ね、持ち歩くディオールジュエリーのようなパッケージに刷新しました。かっこいいです、かっこいいです。しかもね、ピッてピッて取れるんですよね。そう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 、あとさ、この中が赤いのもさ、あー、わかります。こう取った時にテンション上がります。やっぱディオールの赤ってなんか特別な感じがするね。うん、なんですね、この持ち歩くディオールジュエリーのようなパッケージ刷新された新しいルージュディオールなんですが、うん、はい、フローラルケア成分が配合されてます、うん、素晴らしい。もうそこから花ってことですね。そうです、ここも花なの、うん、16時間も、持続するということで、うん、メイン成分はムッシュディオールも愛したというお花のレッドピオニーです、うん、トリートメント力が非常に高くて、うん、唇自体の潤いとツヤをしっかり守ってくれます。あ、しかもなんか持続してくれて、そのしっとり持続してくれるっていうのがすごいですよね。大事です、すごく大事、うんうん、で、カラーの、ね、発色も高めてくれます、うん、で、ありがたい。さらにザクロフラワーも入ってます。ザクロフラワー絶対肌にいいですもんね。そう、ザクロフラワーは小じわを解消してふっくらとさせてます、うん、いやー嬉しい、良い、うん、良い。そしてさらにまだ入ってます、シアバターも入っていて、フローラルケア成分を集中的に高めて滑らかな唇に仕上げてくれます。あ、うん、嬉しすぎる、はい、うん、綺麗な色が均一に乗る美しい仕上がりの秘密は自然由来のフローラル成分なんだということです、うん、なのでマットな口紅でも全くパサパサしなくて感動するクリーミーなのかと。それ嬉しい。だってマットってちょっとなんかちょっと乾燥するのかなって思っちゃうんで、そうそうそう、それはかなり嬉しいポイントですね。嬉しいポイントです、うん、あ、ティントではない、そうなんです、ティントというわけではないです、うん、でも持ちが良いです、うん、素晴らしい、いいとこしかない、本当にいいとこしかない。
そしてね、もっとクリーンになっているというのもポイントであります。要は合成成分とか香料を見直して排除しているということで、うん、クリーンなリップ、まあ、今時ですよね。それもありがたい。そしてまた今時ポイントが、はい、サステナブルになってます。そうなんです。そこもびっくりした、うん、そうなんです。これは初めてレフィルタイムになりましてですね、うん、あ、そうね、パカって、はあ、うん、すごい。それも可愛いですよね。これも可愛いです。なんなら、そう、うん、そうなんです。そして、もっと多彩なシェードになりました、うん。この後ろにもたくさんの色がありますけれども、はい、質感はサテン、マット、うん、メタリック、ベルベットの4種類、うん、そして赤からコーラル、ピンク、ヌードと幅広いシェードで全37色も展開。うん、されています。本当に迷いますよね。迷いますね。どれも可愛いから選ぶのも楽しい、うんうん、あ、春色、君肌に似合う色欲しいな、絶対見つかると思います。37色ありますからね。確かに間違いない、うん、間違いないということで、うん、早速塗りますか、愛ちゃん。あ、塗りましょう、塗りましょう。はい、え、愛ちゃん、私はちょっと525番、はい、シェリーメタリック、おシェリーメタリックつけてみたいと思います。はい、私はちょっと、うん、愛ちゃんより大人なので大人な感じにしたくて、おいいですね。100番のヌードルックマット、おこれを塗ってみようかなと。いいですね。あ、素敵ですね。私はこれ、あ、かわいいですね、うん、かわいいですよね、うん、でもいいですね。2人ともちゃんと質感とかも違うからね、ね、違いが出るんじゃないでしょうか。じゃあ、じゃあちょっとリップを、はい、落とします。はい、そうだ、リップを落とします、落としますでね、落としたらちょっと待っててください、はい、なぜなら、はい、塗り方があります。はい、わかりました。実は先ほどリモートでですね、そのディオールのメイクアップ、うん、ナショナルメイクアップアーティストの高橋義智さんというすっごい人がいるんですけど、はいはい、この方に教えてもらった、はい、マスクの下でも笑顔でいられるスマイルリップという塗り方を私先ほどリモートで教わってまいりましたね。愛ちゃんに教えます、はい、もうなんかマスクしてるとなんか自分が、うん、なんか自分の表情に驚くときないですか。あ、ある口開いてたとかあるある。あとだからそれ大事ですよね。大事、スマイルって大事。マスクしてて表情筋をやっぱりみんな使わなくなって、うん、たるみの悩みがすごく今多いんですよ、うん、声としても、うん、で私もやっぱりずっとなんか無表情になっちゃってるんですよね、多分マスクの下で、うんうん、間違いない。ほうれい線とかたるみとか気になるなっていうのは思ってたので、うんうん、その新しい塗り方をしたいと思います。はい、はい、落としました。落としたらちょっと、はい、唇の周りをね整えていきましょうかね。はい、リップが入るようにお互いに整えます。でちなみにこのね、はい、ナショナルメイクアップアーティストの高橋義智さんって人はすごい人なんですよ、うん、ただものじゃないんですよっていうことを、ただものじゃないんですよねいや本当にそうなの。なんとね、このディオールのナショナルメイクアップアーティストっていうのは、うん、世界にたった15人しかいないんです。すごいですよね。そうで、アジアは4人しかいないんです、うん、すごい、そんな方にレクチャーいただいたんです。日本は一人しかいないんです。うん、一人、たった一人、たった一人。日本のディオールの美容部員さんって100人くらいいるそうなんですけど、うんうん、そのトップ、うん、1000人いるんだって。なので、のトップオブトップの高橋義智さんっていう、うん、またイケメンなんですよ、アーティストの方が。高橋さん、なんか親近感が高橋さん、そうなの、そうなの、うん、そう、世界に15人って驚いてる。そうなの、すごいです、ね、日本に一人です、うん、その方から教わったスマイルリップを、うん、今からやちゃんやりましょう。はい、はい、まず、最初にですね、このルージュディオールが、うん、出るタイミングで一緒に出てくるこのルージュディオールバームというバームがあります、はいはい、こちら、はい、こちらを塗ります。はい、これは普通に塗っていいです。はい普通に塗ります。でもさ、これギフトとかにもいいよね、このバーム。うん、
だって絶対嬉しいですもん。うん、絶対嬉しいもん、これ。絶対嬉しい。いいよね。うん、はい。はい。整いました。はい。そうしましたら、うん、続きまして、使うものがですね、はい、ディオールコントゥールでございます。はい。こちら。じゃじゃーん。こちら、リップペンシル。はい。です。これ。あ、ちなみにね、このルージュディオールバームは、うん、説明書忘れちゃった、はい、いいですか、うん、95% 自然由来成分配合です、うん、なのでルージュディオールの2倍のケア成分が入っていてすごいもの、うん、95% ってほぼですね、ほぼですね。単独でも下地としても使える、バームのリップスティックになってます、うん、はい。でこちらのディオールコントゥールはリップペンシルです、はい、でマスクにつきづらくて8時間続く処方になっています、うん、8時間そうだからリップの色持ちをリップと一緒に使うとリップの色持ちが2時間アップするそうです、うん、おすごいですね。8時間も持てばもう外出中、うん、ほぼずっと大丈夫な気がしますね。本当ですね、うん、そうなんかリップラインって私そんなには使わなかったんですけど、うん、この人と出会ってめちゃくちゃ使うようになりました、うん、あ本当ですか。もう全部塗りつぶして使うと、うん、本当に持つから。塗りつぶすっていうのもいいですね。そう塗りつぶすのもあり、うん、なるほど。でも今回はスマイルリップテクニックをやりますので、うん、はい、愛ちゃん上唇のこの山、はい、ここ M の山、はい、だけリップラインを描いてください。はい、わかりました。もうちょっとかな、大丈夫かな。あ、固まってないです。大丈夫、うんうん、できました。はい、できました。あ、見やすい。そうです、うん、ヌード色なので。あ、そっか。この唇のこの山ですね、ここを強調することによって、はい、ふっくらした唇になるテクニックなんです、ね、ふっくらしたい。ふっくらしたいです。もう今やっぱりマスクで皆様たるみ悩み多いと思うので、うん、しっかりと、はい、まあ、ここに入れました。そして、うん、反対側にブラシついてます。なんと、はい、こんな感じでブラシもはいいけるので、これでこの今書いたラインをぼかしてください。はい、はい、え、ぼかすんですね。ぼかす、上からなんかなぞるみたいな感じ。はい、はい、これなぞらないとどうなるかっていうと、うんうんうん、リップあるあるなんですけど、うんうん、リップが取れてった時に縁だけ残ってる事件起きません。あ、やだ。そう、それが防げます。そういうことか。そう、うん、だからこの人ってのは、じゃあぼかすのはちょっとやった方がいいですね、絶対。そう、うん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 、よし。2人でメイクしだすとさ、無言になる瞬間が来ます。そうですね。すいません、皆さん。でもなんかやり方とかはね、見ていただけると思うので。はい。そうです。うん、で、はい、リップラインはこれで OK です。ナイス、終わりました。はい。そしたら、先ほど選んだ私たちのこのルージュディオールを出してください。はい、愛ちゃん何色だっけ、私は525番です。525番。メタリック、ね、メタリック、メタリック。私は100番のヌードルックマットを塗ります、はい、これはもう普通に直塗りで OK なんですけど、先に下唇の真ん中から、はい、ここ、はい、下の真ん中から攻めてください。はい、そして、あ、すごいメタリック、あ、かわいいね。ね、かわいい、かわいい。上も行きまーす、うん、はい、
すっごい塗りやすい。うん、塗りやすい。マットなのに、私のこれマットなんですよ。うん、あ、そうですよね。うん、マットなのに滑るんですよね。スルです、うん。あ、かわいい、あいちゃん。ねえ、かわいい。いいけど、なんてかわいさ。ちょっと寄ってみてください、そのお色を、お口を。はい。こんな感じです。こんな感じです。結構メタリック。うん、結構メタリック、うん、かわいい。結構メタリックです。うん、三好さんの色が見えにくいな。そうなんですよ、はい、多分ヌードだからだな。一回これうん、コメントオフにする。 OK。 うん、見やすい。見える。うんうん、はい、いい感じですね。いい感じですね。うん、コメントってこれ戻って、あ、戻ってきた。はい、戻しました。そんな仕組みがあるんですね、さすがに。そうなんです。そうなんです、うんうん、というのが今のスマイルリップの塗り方です。うん、多分いつもよりも少しこの上唇を強調したことで、うんうん、ふっくら感が出るんですけど。あ、確かに。うん、ね、うん、うん、すごい、うんうん、ちょっとした手間なのに、うん、すごいなんか分かります、前に出てるのが。うんうん、なんか立体感が出ますね。出ますね。うん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 。でもちろん、あの、先ほど申し上げたようにこのディオールコントゥールを、うん、私はあの全部に塗るっていうのもやることもあります。あの、うん、本当に持つのでこれ、うんうん、もうこれ本当に今の時代にディオールはさすがだなと思って。本当でもマスクをしてても持つってすごいありがたい。ありがたいよね、うんうん。あ、スマイルリップのやり方、ディオールリップ買ってやります、ぜひぜひ。マットなのにシワっぽくならない。そうなんですよ、全然ならないです、うん、しかも肌が綺麗に見えるって。やったー、うん、やったというスマイルリップでした、うん、はい、スマイルリップでした。ちなみに愛ちゃんの、525のチェリーで、はい、うん、愛する人って意味なんですよね。え、私意味合い見てびっくりしました。ねえ、私の名前が入ってると思って、嬉しかったです。でメタリックで色はローズウッドの色ですね。これはムッシュディオールのミューズたちへの親愛を込めた可憐な愛されカラーです。いやー、すごい。こちらですよ、皆さん。それも買いたいな、うん、欲しいな。すごい素敵ね、うん、いいですね、いいですね、はい。そしてメタリック、私のこのヌードルックについては、うん、はい、少し注目のカラーとなっています、うん、いわゆるベージュではなくって、はい、その唇に色が馴染むのにメイク感も出るっていう現代版ヌード、うん、おー、かっこいい。なっています、かっこいい、うん、ちなみにこのグレージュっていうのは1974年にディオールが発表したカラーで、はい、今回の100%は現代女性に合わせて刷新されています。意味があるんです。割とベージュってなんか血色が良くなるっていうよりは逆に悪くなるんじゃないかなって思って手出せなかったりするんですけど、全然三好さんめっちゃ顔色よく見えますよ。本当？大丈夫？うん、うん、私もなんかベージュは顔色悪い問題をいつも持ってたけど、これすごい使いやすい、うん、いや本当ですね。ヌードはあ、オフィスでも、そうそうそう、ね、絶対着ると思います。なんかね、うん、顔色も良くなるし、うん、なんかちゃんとしてる人っぽくなる。あ、品がありますよね。そう、うんうん、そんな気がします、うん、ということで他にも新作がありますのでチェックしていきましょう、はい。現在発売中のトリオブリックパレットピュアゴールドローの663と643というものが、出ています。で、私、はい、愛ちゃんは643を、私は663を使っております。私の663、これ663、はい、です。みんな見えるかな、うん、これも可愛いよね。めっちゃ可愛いですよね。何なのこのお花柄みたいな。うん、もうさ、相当使うんですよね、いつも。なんかこのお花を傷つけないように。うんうんうん、わかります。なんかちょっとあ、ごめんねと思いながら。そう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 。わかります。今日はこちらでメイクを、はい、目元をしていて、ルージュディオといます。はい、でもこのピンクめっちゃ使いやすいですよね。すごい可愛いです。私はね、うん、このちょっとなんか
赤みの強いピンク、うん、私割と結構ピンクって感じなんですけど、ピンクってなんか割と晴れって見えるのかなって思うけど、これ全然平気だった。すっごい可愛い、うん、うん、お似合いです。ありがとうございます。お似合いです皆さん。ありがとうございます。褒め合ってしまいました。そしてフォーエバーの限定のクッションもなんと発売中です、はい、さっきから私大ちゃんがさりげなく持っていましたけど、これやばい。これなんかバッグ持ってる感覚になりません？ね、なんか高級感わかります。わかる。みんな皆さん見てこの質感、これ持って。そう、持ってほしい。うん、持ってほしい。高級感がさ、うん、すごいよね。こう直してるだけでいいですよね。こうテンション上がりますよね。あ、いいね、いいね、いいね。愛を使ってるよみたいな。あ、いいね、いいね。わ、うんうん、かる。テンション上がるよね。テンション上がります。このフォーエバーのクッションって、うん、本当に大人気のアイテムなんですけど、うん、はい、この限定の、ね、パッケージで登場しています。はい、で、スキンケア成分もたっぷり入っているので、うん、20時間保湿してくれます。感もメイクしないかもしれないけど、でもありがたい、ありがたい、つけているほど綺麗になれちゃうクッション、うん、そしてマスクにもつきづらいというつかない仕上がりなんだそうです。なのですごい、これもいいとこしかない。おすすめです。クッションファンで可愛すぎそうでしょ。なんですよ、可愛いよね。もう可愛いだけじゃなくて美容成分もたっぷり入ってるっていうのがね、素晴らしいですよね。やっぱベースメイクにちゃんとそれ、うん、まあ、リップもそうだし、スキンケア成分がきちんと入ってると安心して使えるし、うん、安心ですね。日中も綺麗になれるっていうのはいいですよね。いや、もう本当にありがたい。うん、はい、うん、実は愛ちゃん、はい、いいですか。私はここから一瞬頑張って一人で移動するんですけど、なんと、うん、はい、新製品を全部ディスプレイを頑張ってしてみたんです。なのでちょっと見てもらって。あ、はい。動きますからね。皆さんちょっと、はい、カメラ酔いなどご注意くださいね。はい。皆さん、はい、お気をつけを。あ、アイシャドウの発色どんな感じか教えてほしい。こういう感じ。で、私はピンクをここら辺に塗って、で、濃いこのこっちの色をこの際に入れてます。で、このラメラメをこう全体的とか真ん中あたりかな。とあと目の下の方に、あとね、ここに入れるんだって。このへこんでる部分、へそう入れるって。勉強になる、ね、私も割とここに入れちゃいがちなんですけど、ここに入れるといいよって教えてもらいました。ぜひ皆さん、このパレット一つでできるんだよ。こうアイライン入れてないんだもん。すごいよね、それこれでできるから。うん、じゃあちょっとこんな感じで見える？わー、すごい。ちょっと説明をしていきますね。この横からまず、うん、先ほど私たいちゃんが塗った新製のルージュディオール全37色、はい、1月15日発売です。こちらに分かるかな、はい、全色すごい。もうね、かわいいよ。かわいいです。全部塗りたいよ。本当ですね。口が足りない。口が足りないよ。結構いろんな色があるんだよね。なんか本当に質感もいろいろだし、カラーも赤だったり、うん、結構パープルみたいなのもあったりとか、いろいろありますので、うんうんうん、ぜひ皆様自分に似合うものを見つけてくださいね。見つけたいです。もう1個じゃ無理ですよね。1個に絞るのは無理だから。あ、ちょっと待って、うまく焦点がない。これだ。これが、先ほど私たちが下地に使ったルージュディオールバーム全1色、はい、こちらも1月15日の発売になっているものです、はい、もうすぐ頼めちゃった、はい、こうかこうだな、うん、はい、はい、そして同じく私たちが使ったディオールコントゥール、はい、こちらです、はい、この、リップライナーも、全11色も出てきますので、ぜひ皆様1月15日を楽しみにしてください。はい、はい、そしてで、私たちが塗りましたアイシャドウのコーナーに、はい、こんな感じか、ね、見える見える。 さっきチップついてますかっていうおっしゃってましたけど、これ2本ついてます。2本ついてます、はい、こちらトリオブリックパレットピュアグロー663と643限定色で発売中となってます。皆さん限定なのでね、はい、忘れずにチェックしてください。チェックしてください。で、はい、スティックグロー全2色、こちらも、はい、限定で発売中です。あ、どうやったら見えるのか、はい、これこちらですね。
です。これも可愛いです、はい、めちゃくちゃ。これも可愛いんですよ。可愛いです。これちょっと塗ってみようかな。そしてちょっとメイクアイテムではないんですけれども、こんな感じ。どうやったら映る？分かった、もう私が持てばいいんじゃないか、これは。あーこれこちらは、ミスディオールローズ&ローズ、はい、ローラーパール。そう。ロールオンになってます。ロールオンなのよ。うん、いいよね。いいですよね。大好き、この香り、うん。大好き、大好き。大好きでございます。そして先ほどあったスタイちゃんが紹介した、はい、こちらのディオールスキンフォーエバークッション、ね、ディオールマニアゴールドエディション、うん。こちらも1月1日限定発売中でございます。はい。という、ずらららららららと、ご紹介を。すごい素敵に並べてくださってる。みんな見えたかな？戻ります。見えました、見えました。戻ります。戻工作って感じ。かわいいの嵐って感じ。戻りました。帰ってきました。スティックグロー。スティックグロー。それはどういうふうに使えますかっていうコメントがありました。スティックグローはどう使うのがいいんでしょう、うん、リモートの吉友さん高橋さん高橋吉友さんでもチークスティックみたいなことだから、うん、だと思いますよ、うん、こういう風にいけると思うんだけど、あ、かわいい、それも、ね、すごい、ね、春って感じ、春が来たね、ほんのりピンク桜来たねみたいな色、うん、あ、リップ2人何使ってますか、私たちはルージュディオールの、私が100番ルードルックマット、はい、で私が525番のシェリーメタリックを使っています、こちらあです、はい、そして、はい、愛ちゃん、うん、はい、あっという間に30分経ってしまった、はい、本当だ今びっくりしたそうなの、超えてるやんちょっと最後にあやちゃんに何か質問あれば、うん、皆様、はい、ぜひせっかくの機会なので、あやちゃんに質問、せっかくだから大丈夫ですか、はい、リップの番号は100番と525ですよ、はい、はい、シャドウはさっきあやちゃんが紹介してくれ、塗り方を紹介してくれたので IGTV を見てくださいね、はい、ぜひぜひ、あ、ありがとう、愛ちゃん5人を宮さん100と、わあ、すごい、優しい人がいる。スティックグロー、目先に取り出して肌に軽く叩き込んでください。お、ありがとうございます、妹の吉田さん。ありがとうございます。教えてくださって。愛ちゃん、はい、私は525番です。です。シェリーメタリックっていう色をつけています。シェリー、はい、メタリックローズウッド。はい、です。あやちゃんの一番のお気に入りは何ですか、決めれない決めれないね決めれない決めれないけどこちらです、やっぱり525ディオール、はい、シェリーメタリック、しかも私の名前が入ってるそうね、愛する人、そうなんです、いいですね、うん、それも塗ってみたい、はい、お二人のでもなんか全部塗ってみたいですよね、全色、うん、わかる、うん、前職さ2時間ぐらいずっと2人でこうやって塗ってるらねえこっちもいいっすよみたいなねやってみたいです、うん、ありがとうございます、皆様たくさん質問もコメントも、はい、いや本当です、三好編集長、私は はい、私は、うん、663です、はい、で、はい、私が643です、私はです、はい、こちらミスさんのアイシャドウこれです、はい、このね、うん、上のピンクをしっかり入れて、うん、ちょっと下の際とかにも入れて、うん、この色がすごいいいです、使いやすいです、うん、はい、でしたでした、発売からずっと気になってたけど購入を決意しました、おいい決意だと思いますでも色が迷うよね、いや、わかりますだね、どれにしたんだろう、気になりますね、どれにしたか後でコメント教えてねコメントください、はい、ということで、うん、あっという間にお時間が近づいてしまいましたが、いや本当ですよ、ここでですね、うん、モニターのお知らせを発表いたします、待ってました待ってました、なんとですね、このルージュディオール525、はい、愛ちゃんのやつです、はい、そして100番こちらのヌードの色です、
これを各5名様に、はい、各5名様です。5名すごい5名様に、はい、うんうん、モニターとしてお送りいたします。わーすごい、5人ずつです。はい、応募方法ですけれども、このインスタライブ終了後に、はい、ボーチェ公式インスタグラムのアカウントに写真をポストいたしますので、はい、そのポストのコメント欄に今晩のインスタライブの感想、はい、それから今後のインスタライブでこんなのやってほしいなんていうことをぜひ、コメントしてください。はい、素敵なコメントをくださった中から、10名様にこちらをお送りいたします。5名ずつお送りいたします。詳細はポストをご確認ください。はい、ぜひ素敵なコメント待ってます。さあでは最後締めます。はい、愛ちゃんどうですか。もうなんかあっという間すぎたんですけど、うん、やっぱりなんかリップってなんか魔法を持ってると思うんですよね。うん、なんかもうつけるだけで気分が上がるとか、うん、しかもなんかこうマスクをしなきゃいけない状況だけど笑顔にしてくれるっていうのがすごい、改めてやっぱリップっていいなって思いました。ね、そうですね、うんうん、なんかあとちょっとしたテクニックですごく変わるし、うんうん、なんかこういろいろ試してみたいなと思いました ね, ね。もうこれも全塗りしてみようと思った。ね、やってみて、やってみて、すごい持つから、うん、やってみます。でこれね、ダブルで使ってもいいですし、まあこれ本体単体でもいいし、もういろいろ遊べるなと思いました。うん、ね、うん、そうなんですよ。なのでぜひね、また皆様いろいろまだ大変な日常は続いていくかもしれません、はい、行くんですけれども、うん、あのぜひ今年もねビューティーで力をみんな、うん、パワーを得て楽しく暮らしていければなと思っております。うん、もう自分の機嫌は自分であげましょう。うん、うん、そうですよね、いいね、自分であげていくの。だってリップとかコスメでこんなに自分の気分上がるんだから、どんどん上げていきたいと思います。ね、うん、そうしましょう。はい、皆様もぜひ一緒にビューティーを楽しみましょうね。はい、はい、楽しみましょう。はい、愛ちゃん本当に最後までありがとうございました。こちらこそ、また出てくださいね。ありがとうございました。今度会えるといいけどね。ね、最後まで皆様もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。愛ちゃんのインスタライブこれからもまたどんどん続けていきますので、はい、みんなでビューティーを楽しんでいきましょう。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。